皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。毎週水曜日は隣の駅までの一駅区間を散歩する一駅散歩。車窓からでは気づかなかった新しい何かをちいさんが見つけます。この番組は自然を自然に健康家族メットライフアリコがお送りします。今日は JR 山手線目黒駅から恵比寿駅までをお散歩。何気なく椅子が並んでるんだけど、とってもこう面白いね。都会的なおしゃれ家具に興奮気味のちいさん、思わず、あれさ、これちょっともらってきますどうですか？そうですね、ホームブレッド、ホームブレッド買い食いだってちょっとおしゃれ。絶品アメリカの家庭の味。これはうまい。あのね、うん、懐かしい。さあ、一駅散歩に出かけましょう。あ、これは何ですか？面白いですね。奥様大変身の訳とは？電車から眺めるいつもの風景、時には歩いてみませんか？一駅手前で途中下車、見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩。はい、水曜日の今日は一駅散歩です。ある駅からある駅までを歩いてみようということです。今日の一駅は、目黒駅から恵比寿駅までの、東京のこの山手線の中でも爽やかなというか綺麗な、そんな山手線の一駅を歩いてみたいと思いますが、どっちの方から行きますか？こっちの方から行きますか？はい。というわけで今日は山手線で一駅散歩。間違えやすいのですが、山手線ではなく山手線です。出発するのは目黒駅。目黒駅という名前なのですが、所在地は品川区なんです。豆知識でした。あえてこっち入ってみましょう。あ、Y 字路右ですね。はい。こういうなんか二手に分かれた道でちいさんが右とか左選ぶ基準って何ですか？散歩の、いや、どっちかといえば散歩の時は太いメインの通りよりも細い方がいいかな。あ、うん、人がたくさん通るメインの通りは、はい、それぞれみんな着飾って人間で言えばお化粧してる姿だったり、路地はパジャマでいられるようなイメージ。だからなんか面白いよね、こういう人の生活してるのが見えるところって。白金参道橋。参道橋といっても神社やお寺の参道を指すのではなく、こちらは崖に沿って棚のように取り付けた道を意味する参道。つまりここの山手線は谷間を走っているわけですね。じゃあ踏切の音聞こえますか？あ、本当だね。この上が山手線ですね、はい、で下が、下がですね、これがいろいろ埼京線とか、埼京線とかの湘南新宿ラインとか走るですね。これも面白いな。
こちらの長者丸踏切は山手線の踏切ではなく埼京線にかかる踏切です。高架を走る山手線と踏切を走り抜ける埼京線が同時に見られる鉄道ファンには有名な撮影スポット。ちなみに長者丸という縁起の良さそうな名前は旧町名の名残で、周辺の住宅街の呼び名として親しまれています。あれは何？面白いですね。でっかいのがなんか突き出してますね、建物。ねえ。ああ、なるほど。自動車教習所ですね。はい。こういうところに自動車教習所があったんですね。はい。ああ、でこの大きな丸はこの意味ですね。日の丸の意味ですね。きっと。なるほど。太陽ですね。小さんご名答。赤い球体の正体はこちらの自動車学校のシンボルでもある日の丸。車窓からもおなじみです。ちょっとね、今こう何気なく椅子が並んでるんだけど、とってもこう面白いね。こういうこらブリキの椅子ね、ちょっと中を見せてもらう。どういうものが置いてあるのか。なかなか見ないですね。ねえ。お邪魔します。ちょっと見せてください。ほら、これ欲しいよこれ。テーブル。どういうところがお気に入りなんですか。いや、これこういう素朴な感じというか、このなんかアメリカのローカルな田舎のなんかテーブルみたいなものとか、このほら扇風機ほら、ね、本当ですかこの扇風機。本当でしょうね。面白いですよ。本当個性的なお店ですね。この辺はすごくありますよね。そうですね、もうちょっとあの目黒通り行っていただくと、もう、うん、本当インテリア、ね、そうですよね。でもここなんかもすごくそういう意味ではこれから、ね、皆さん人気のお店なんじゃないですか。そうですね、素敵ですよ。一種の一つのインテリアとして、そうです、ここからなんか訴えるものがあるじゃないですか。こういう家具や、はい、こういう調度心に、そうですね、それによってムードが出たりしますもんね。そうですね、どうした。すいません、突然押しかけて。ありがとうございます。楽しいし素敵です。ありがとうございました。これちょっともらってきます。どうもありがとうございました。絵になる風景という表現がありますが、ちいさんなかなか様になっていますよ。おしゃれな素敵な街ですね。そうですね、コーンブレッド、コーンブレッド、美味しそうですね。あ、こんにちは。こんにちは。買おうか。買います。コーンブレッド、いくらですか。コーンブレッド200円です。200円ですか。はい。2つほどください。はい、ありがとうございます。コーンブレッドって何ですかね、初めて聞きました、ね。パンですよ、コーンのパンですよ。あ、こういう、美味しそうでしょ。なんとなく止まって買ってしまいそうだ。なかなか人気商品。人気ですか、はい、そうですか。だから私が、はい、おお、おお、蜂蜜とかねつけると、うん、これすごい、すごい、すごい、蜂蜜じゃない、これはうまい。あれ、おお、うん、懐かしい。今日はなんかこういうなんかアメリカのさっきあの家具だったり、そうそう、あの、うん、こちらの味もなんかアメリカのなんか生活の中にあるような味と、とてもいいね、素朴でね、明るくておしゃれだね。ありがとうございます。すいません、突然。どうでもないです。ごめんね。ありがとうございます。
ですよ。え？目黒のカレー。目黒のカレー。おお。目黒のカレーってなんだこれ。すいませんです。いいえ。目黒のカレーってなんなんですかこれ。あ、それはですね、我々目黒の食肉組合が、茨城の、経済連の畜産課と、タイアップして、これはもう目黒じゃないと買えられないものなんです。そうですか。うちの組合に入ってる人だけが販売するという、あ、そういう形で今やってます。どうもありがとうございました。これは何ですか。美容室さん。美容室です。キツネのようだね。つやつやですよね。ねえ。こんにちは。よし。たくさんの発見があった今日のお散歩。そろそろゴールが見えてきましたね。恵比寿駅に着きました。では最後に恵比寿駅の豆知識。もともとは隣接するビール工場から出荷するための貨物駅が始まり、その後ビールの名前にちなんで恵比寿駅に改称し、地名も恵比寿と改められました。そうですね、目黒から恵比寿までの路線に沿って歩いてみたんですが、落ち着きのある街、とってもこう香りの高いというか、歩いていてとってもこう文化の高さを感じるような、そんな一駅だったような気がします。ありがとうございました。ありがとうございました。電車とともに歩いてみると、線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週は失礼予防体操です。片足を一歩前に出し、両足でつま先立ちにします。両膝を伸ばして行ってください。ちぃさんぽ5周年を記念して、ちぃさんが描き続けてきた絵手紙483枚すべてを1冊の本にまとめました。詳しくは番組ホームページをご覧ください。